天下、この乱世、一体どれほどの男たちがそれを願ったろうか。董卓、袁紹、袁術、奴らは皆己の野心と欲望に飲まれ散っていった。劉備は違うみてえだな。うん、玄徳様はみんなが穏やかに暮らせればいいの。そっか。曹操はどうなんだろうな。あの男もただの野心と欲望の輩ではあるまい。今こうして我らの前に立ちはだかるからにな。そして剣、お前は天下とどう向き合う？私は兄上に、父上に、将校に、皆に支えられてここまで来ました。そうして支えられてきた私だからこそ示せる天下があると思っています。そうか、お前ならできるぜ、剣。行きましょう。この戦いを乱世の終わりとします。